プロササラーのササルコウジです、自分は今経営者であって飲食店とあとまあイベントの事業であと自分自身がまあフロントに出て人前で喋ることも一つの生業としてますね。僕は2010年の2月から世界中をこう回る旅をしてたんですけど、その旅の中で自分に一つ面白いコンテンツを作ろうと思って、今までやってきた特技を生かして、ササルプロジェクトっていうものを立ち上げました。旅には地図がつきものなんで、世界中の人が見ている Google マップを使って、あの Google マップって目的地をこう選ぶと赤いピンが地図上に刺さるじゃないですか。であの赤いピンに自分自身がなって、世界中の心に刺さった場所に実際に行って、自分の頭で地球にこう刺さってマーキングをしていくっていうプロジェクトで、3年とちょいかけて世界100カ国を回ってきました。僕はずっと、まあ、サッカーを幼少期からやっていて、で高校までサッカーやってたんですけど、高校卒業する前ぐらいからあのダンスにハマって、で僕がやったジャンルはブレイクダンスってアクロバットなダンスなんですけど、刺さるっていうものをまず考えた時に、やっぱダンスの動きの延長上で Google マップの赤いピンを模倣しようとした時に、ただこう立って直立してるのが刺さってるっていうよりかは、逆さまになって頭からこう地球に刺さってる方がより刺さってるっていうものを自分が表現できるということで、それをまあ特技という形でやってました。まあ、トレーニングも仕事も一貫していることなんですけど、もうこれは自分のポリシーですけど、やっぱ全てが継続なんですね。いきなり昨日やって今日それの成果が出るっていうものなんて、まあ、何もないじゃないですか。結局継続して継続して、その先にやっと、まあ、そのラッキーをつかめるやつがいるっていうか、トレーニングも結局1週間やってやめちゃったら何にもならないし、で僕の場合やっぱ体が本当に資本であり、常にベストなパフォーマンスをできる状態の自分じゃないと自分が嫌なんです。その場で刺されますかって言われた時に刺されませんってでも言えないんで、ずっと体を作って作っていかないと、いつどんな時に対応もできないから、やっぱりそれを続けないことっていうのは自分にとってはもうありえないこと、それが自信につながっていて、常にベストな自分でいること。まあ、でも日々のやっぱコンディションはなんかより感じれますよ。でも調子いい時ってその後こう、例えばミーティングがあったりとか人に会う用事、夜とか配食があったりとかしても、モチベーションがもう高まってるんで、ずっといいテンションで入れるとか、一日が気持ちいいっていう日は増えますね。いやー、僕も走るの全然好きじゃないですよ。でももう走ってない自分はもっと好きじゃないっていうか、だったらやっぱ好きな方の自分でいたいんで、走る一日にカッと一回汗をガーって流さないとダメなタイプなんですね。でやっぱ体動かして汗かくとすごい脳みそがスッキリするっていうか、まあ仕事とかでも、まあ、いろんなこと考える時間あるんだけど、意外とトレーニングとかの時にすごいいいアイデア生まれたりとか、ほとんど実はそういう時にひらめいてるっていうか、なんか降りてくるわけじゃないけど、大切な時間になってますね。まあ、あとほら結構トレーニングしてる人ってやっぱ同じようなマインドというか、やっぱり自分をどんどん高めていきたいっていう人はどうしても多いと思うんで、結果そういう人たちにもプライベートでお会いできたりとか、やっぱ刺激になりますよ。別にまあ僕はアスリートではないんで、あんまりその記録にこだわったりとかっていうことではないんですけど、やっぱりその自分にはこだわりたいというか、どうしても年齢とともに落ちてきてしまう部分もあると思うんですけど、その時その時のやっぱり一番いい自分でありたい、できれば昨日よりもずっと一番いい自分が今って言えるようになりたいんで、やっぱそれを続けていくために、まあ怪我にも気をつけながら、やっぱ継続してやっていきたいですね。やれなくなっちゃったら多分また違う自分になってしまったので、まあかっこよく言うとライフスタイルけど、まあ癖ですよね。そのまあ前は昔はそれこそそうやってサッカー部でレギュラー取りたいとか、そういう気持ちで走ってたけど、やっぱ今はその大人になってきて近いゴールがあるわけじゃないんで、
そのまだ何か分かってないゴールに向かって自分のことはでも鍛え続けていかなきゃいけない。で変わらないことをやり続けるってすげえ難しいじゃないですか。でも実はその変わりてないことをやり続けていくってことに本質的な答えがあったりするんだなってすごく実感しますね。まあ、続けてきたからこそその先にやっぱいろんなご褒美が待ってて、で僕も今まで頑張って続けてこれたことでいくつもご褒美もらってきてるんですけど、この先もっとでかいご褒美があるってもう確信してるんですよ。それはやっぱ積み上げてきてるから、今頑張って取り組んで続けてやってきたことがきっとこの後またでっかいご褒美が待ってるって思って、日々トレーニングを通じて自分をやっぱ高めていく、かっこいいなって思われたいですね常に。今30代ですけど50になっても60になっても若い子たちがいやあの人みたいになりてえなとか、あの人と一緒にそれこそ面白いことしたいなとか、やっぱ常にいるだけでなんか刺激を与えられるような人にはなっていきたいなって。